ありがとうございます,います今日は、えー、人はなぜ笑うのかまた笑わなければならないのかをお話しいたします。まず人間の体には細かく分けると約600種類の筋肉があると聞いたことがあります。 その半分のです、ね、300種類ほどがこの、まあ、体から比べると小さな顔にです、ね、集まっているつまり種類で言えば大きさじゃなくて種類で言えば半分ぐらいのものが小さな顔に集まっているということはです、ね、この人間の表情を作る筋肉はです、ね、この表,情表情がどれほど人間が生き抜くのに生き抜いていくのに必要であるかという証拠であります。で筋肉ですから鍛えれば 発達しますどういう表情を作りたいかというそういう思いを持てばですねその通りに筋肉は発達していきますから皆さんもですねいい表情を磨いていってくださいで、えー、脚本家のですね大石静香さんという女性の脚本家いるんですけども彼女がですねあるテレビ番組に出演された時に「私は近々ブレイクする俳優を見抜く力がある」と言いました。 ブレイクというのは突然人気が出るという意味ですで。その大石静香さんがその俳優のどこを見ているかというと口元だそうです口元で口元のこの口角という両端がクッとこう上がっている人を見つけたらあこの人は近々ブレイクするなというふうに思うんだそうですで例えばですねうちの西洋さんって知ってますあ今、えー、おかえりモネの お父さん役やってる人それから佐々木蔵之介さんとか長谷川博美さんっていうと、えー、去年の大河ドラマの主役やった人ですねそういう人たちを見抜いたそうですですから当たってるんですねでそこで思い出したのはですね、えー、ミッキーハッピーラッキーという言葉聞いたことありますないここで前中川先生がね 今からら15年ぐらい前に話して、最初は何言ってんだろうと思ったけど聞いたらなるほどと僕は感激したんですがまずミッキーミッキーというのはディズニーのミッキーマウスのことですでミッキーと口に出して1回言ってみてくださいどうぞミッキー、ね、ミッキーというと口元の口角がこッっと上がるわけですねにこやかな表情になりますでこの表情を続けていくと次はハッピー つままり幸福になれますよとということですでそれをさらにずっと続けていくと最後はラッキー運がよくなりますよということなんですね。つまりミッキーそしてハッピーそしてラッキーでここで大切なことはですね幸せになってからとか運が良くなってから笑うのではなくてまず笑うということなんですよね。何がなくてもまず笑うそうすると幸せになりますよ。 運が良くななりますすよとということなんですねで。さっきの俳優さん例えば、えー、内野さんとか佐々木さん、えー、長谷川さんを考えるとまた主役でも何でもないまあ主役だったかもしれないけど舞台で主役をしていたでもテレビの大きな番組で主役をしているわけでない時からつまりそれほど幸せでなかったかもしれませんし運も良くなかったかもしれませんがその時からいい表情だったとその人を見て。 大石静香さんはあこの人は近々ブレイクするぞつまりその時からいい表情だったということは近々幸せになるぞ運が良くなるぞというものを見抜いたということだと思うんですねで我々に置き換えますとそれでもですねなかなか目の前にいる相手がいい表情笑顔でなければ我々はなかなか表情を良くすることは難しいと思いますそこでですね 心に留めておいてもらいたい言葉があります。目の前の人は私を映す鏡なんだという言葉です。目の前の人は僕を映す鏡という言葉を心に留めてください。人はですね自分のことは見えません。鏡とかガラスや静かな水に映さない限り自分の顔を確認することはできません。反対にですね他人の表情はよく見えます。 そしててよく見ています私たちはそうやってお互いに影響をし合って生活をしているということは私が笑顔でないから目の前の人も笑顔になっていないんだということなんですね目の前の人が笑顔でない時はああ今自分は笑顔じゃないんだなあと思ってくださいそしてまずはこちらから私の方から笑顔になってみようと思って先ほどから言っている口角 くっと上げてですねいい表情を作ってみてみくださいすると相手もですね自然と笑顔になっていきますということなんですね。でこのようにして人生が好転良い方に転がっていきますよとこれがミッキーハッピーラッキーなんだということです。よろしいでしょうか。はい、はいえー、繰り返しますけれども、えー、我々の 顔はですね本当に大事でそして目の前にいる人は私を映す鏡なんだということなんですが思考学への教義にこういう文章が載っております。私の顔は確かに私の顔に違いないが私がこの顔でどんな険しい表情をしていてもその表情を見て私自身が険しい顔になるということはありえない。 私は私自身の目で私の顔を見ることはできないからである。しかし他の人は私の険しい顔を見ていい気がしないだろう。ニコニコしている人でも私の険しい顔を見るなりぎっくりとするのではないだろうか。だから私の顔は私の顔でありながら他の人の心に大きな影響を与えるから私の顔ではないと言えるのだ。 神様が私に顔を与えられた理由は他の人が私の顔を見て気持ちよくなり勇気が出て生きる意欲を起こすためだったのだとねこのように書いてあって本当に私は感動いたしました本当にそのようになりたいないやーならなければいけないなそしてそのような目標を持ってですね表情を作っていかなければいけないそれがこの私に与えられた役割なんだと。 いうことなんですね。で、最後にですね。日本の昔からある、その俳句に。山笑うという春の記号があります。春の山の草木草木がですね。一斉にわかめを吹いて、明るい感じになることです。また、花が咲くの咲くという、花が咲くの咲くという字ですね。は、笑うという字からできた字だそうで、元はですね。同じ意味でした。 えー、女優さんの中にもですねちょっと名前忘れましたけど「咲く」という字を書いて「笑み」と読む女優さんいますね名前にねつまり咲く時が来たら花を開かせる植物の自然な働きを表す「咲く」という字が実は「笑う」という字からできたということはもともと人は笑顔のもとになる喜びや感謝や恩返しなどの幸福感を持っていて。 昔の人は今よりも素直に感情を表現したくさん笑っていたからじゃないかなというふうに私は思いますところが今ですね現代今はですね生まれつきの幸福感をなかなか表現しない世の中になっています不安とか不満特に今このコロナの中はそうですよねそして無感度当たり前などの感情がそれを覆い隠していますその覆いを取り払えば 暗く冷たい冬が去って明るく暖かい春が来るようにそして花が咲くように笑顔が自然と出てきますそこでまず形ばかりでもいいので表情を良くして笑顔を作ってみることから始めましょういいですか、はい、笑顔を作ってみてくださいはい2個 <laughs> いずれ笑顔になる出来事を見つけられるんですねまず笑顔を一回形ばかりでもいいから作ってみるとああ ここにも笑顔が自然と出るような出来事があったなまた本当にそういう出来事が起きてきますのでまず形ばかりでいいので笑顔からですね作っていってみてくださいよろしいでしょうかはい、はい、ありがとうございます